それでスクロースさん、この間受け取った荷物って危険なものじゃないよね？荷物を開けるときは気をつけた方がいい。この前友達に頼んで研究用の素材を運んでもらったら、輸送中の揺れで反応を起こしたことがあるんだ。開けた途端、夢の中にいてもすぐに目が覚めるような新鮮な匂いがプンプンしてね。もし中身がそういったものだったら、先にアルベド先生の意見を聞いた方がいいと思う。いや、そんな危険なものじゃ。ティマイオス、スクロース、何の話してるんだ？ああ、君たちか。実はスクロースさんのところに変な荷物が届いたんだ。変な荷物？そう、この前ここへ留学しに来たスメールの学者から届いたの。一緒に研究してくれたお礼にって。お？Dari Sumeus Muller? Dain Smackets。 教令院の学者からの荷物か。何が入っててもおかしくない気がするな。 Well, it is a thank you gift。 うん、中身は危険なものじゃなく、ただの変なカードだったんだ。カード？はい。以前ティマイオスのところで似たようなものを見た気がしたから、何に使うものなのか聞きたくて。似たようなカード？試薬を見分けるための試験紙とか？いや、そういうのじゃないの。ほら、これなんだけど。Dia punya sukros itu kartu itu. Kartu sukros. Ah, この card ね。あれ？っていうか、スクロースさんはこれを見たことがないのか？うん、ないよ。もしかして、この間までずっと雪山で、種が5倍大きいスイートフラワーの課題を研究してたからかな。このカードって、最近学会で注目されているような研究なの？あ、jadi ini event setelah yang itu ya, Razor punya ya。 それを言うなら、確かに注目してる人は多いかな。でも研究じゃなく、これは今流行りのテーブルゲームなんだ。その名も、七星召喚！七星召喚！ Genius, what now？ だから、七星召喚聞いたことないのか？アイタルとオランゴールメイク。スメール教令院の学者が考案したテーブルゲームで、今各地で流行ってるらしいぞ。もうダメだ、ロブンしちゃった。その通り。最近は七星召喚にハマる人が続出していてね。稲妻の八重堂も七星召喚をテーマにした娯楽小説を出すほどだ。しかもストーリーも面白いときた。物語は、あるスメールの少年が自宅の屋根裏から古い秘典の箱を見つけるところから始まる。少年がその蓋を開けると、中には古の決闘者ワニの王の魂が宿っていることに気づいた。実はキング・デシェレトに仕えるワニの王は、トキの王と決闘の儀を行った時に相手の罠にはまり、秘典の箱へ封印されてしまったんだ。少年にたまたま救い出されたワニの王の魂は少年の体に憑依し、次第に彼を伝説の決闘者へと。ティマイオス？どうかした、スクロースさん？あ、君もこの物語に興味が湧いてきたとか？なら原作を貸してあげるよ。この間、プライベートな理由で研究レポートの締め切りを伸ばしてもらってたよね。この前のは確かにサボりだけど、でも研究に新たな進捗がない限り、しばらく七星召喚には触れないと決めたんだ。そっか、残念。ん？どうかしたのか？協力した学者がせっかく送ってくれたゲームだから、その行為を無下にしないためにも、
せめてルールくらい知っておこうと思ったんだけど。あ、そうだ、スメールの学者が考案したゲームなんだし、遊んだら賢くなれるんじゃないか。You want to play? They just say。 だってちょっと気になるだろう。でもしばらく七星召喚を遊ばないティマイオスからは教えてもらえないよな。まあ研究の方が大事だからね。七星召喚のルールについて詳しく知りたいのならキャッツテイルに行くことをお勧めするよ。キャッツテイル？そう、その店だ。休憩時間になるとみんなキャッツテイルで七星召喚を遊んだり、たまにお互いのカードを送り合ったりしてるんだ。初心者にも優しい。ゲームのルールも一見複雑そうだけど、慣れればすぐできるさ。わかった。旅人さん、パイモン、早速キャッツテイルで聞いてみよう。実はディマイオスの話を聞いてたら、七星召喚にちょっとだけ興味が湧いてきたの。やったぜ。じゃあ早速出発しよう。いらっしゃいませ。あら、旅人にパイも珍しいわね。ini perasaan gua doang. Itu bangunannya kecil, ukurannya kecil, tapi dalamnya luas. それと、錬金術師のスクロースさんもお久しぶり。うん、久しぶり。けど、何度も言っているように。いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて絶対ダメだからね。どう、ボルフォン、ルケテスタ。いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃないの。あけぼろやだれケテ。ボル？フォン、ルケテスタ。スクロース、前にキャッツテイルでどんな実験をしようとしたんだよ。私はただある推測を検証するために必要な素材を集めようと。うん、この話はまた今度にしよう。おー、apa ini alasannya kenapa di event yang apa tuh namanya yang namanya sulit itu yang eventnya rather itu kan sukses ambil deh di tempatnya。Pokoknya ini ketel ya. Itu alasannya ya. Margaret san, 実は今回七星召喚のために来たの。七星召喚のことだったのね。今ちょうどその話をしてたところよ。最近七星召喚を目当てにキャッツテイルへ来る人が増えてるの。だからそういったゲーマーたちにサービスを提供するためスタッフを配置しようと思っていてね。そういえば君たちも会ったことがあるはずだわ。会ったことがある？ヨナバス、リトルプリンスよ。ほら、プリンス、キャッツテールの猫がゲーマーの皆さんにサービスを提供するなんてぴったしだと思わない？どうもプリンス、やっぱプリンス。Kira Diona yang dia sebut. What? Boku ga honyaku shiyo. Little Prince sama wa kou oshatta. Gamer という呼び方はあまりにも範囲が広いから、カードで決闘に夢中になっている人のことはプレイヤーと呼ぶべきだと。まあ、いいわ。まだ紹介したことがなかったけど、こちらはプレイヤーたちにサービスを提供するリトルプリンスとジョインよ。
なあ、マーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導いてくれるのはリトルプリンス様のみ。ストロングスアンドモスフォルビデーブウセッウチング様。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の行動に込められた真意を理解できない。だから僕が間に入って交流しているんだ。僕はいわゆるリトルプリンス様の執事のような存在さ。お、また現れたな、動物の言葉がわかる人。動物でリトルプリンス様を一括りにするとリトルプリンス様は特別で唯一無二。今のはリトルプリンス様への冒涜だ。何でしょう。ジョインよ、俗世の凡人の目には我は普通の猫と変わらない。誤解されるのも常のこと。言い過ぎた。おっと、これは失礼した。猫と交流ができるなんて、言語中枢が改造されてるのかな。鳴き声一つでそこまでわかるのかよ。メイジ、何せ僕は七星召喚という神聖な血統を通してリトルプリンス様と心が通じ合ったからな。プレイヤーのみんなも決闘することで理解し合えるようになると信じている。七星召喚の決闘で心が通じ合うんだ。にわかには信じがたいな。七星召喚についてならジョインに、いや、リトルプリンスに聞いてね。私が直々に説明してあげたいところだけど、もう日課の散歩の時間だから、リトルプリンスと一回遊んでルールについて教えてもらって。卓越した武者が敵の意図を見抜けるように、この手のことはトップレベルの我にふさわしくない。故に断らせてもらおうと、リトルプリンス様はおっしゃっている。お前がやりたくないだけだろう。じゃあリトルプリンスじゃなくてお前と遊んでやるよ。すまない。リトルプリンス様のような偉大なプレイヤーと出会ったその日から、僕の手はリトルプリンス様のカードを持つためにある。決闘はもうしないと誓ったのさ。また別ストーリー。リトルプリンスが嫌なら仕方ないわね。じゃあリオナちゃん。何？言っとくけど私今忙しいから。最近お店で七星召喚をやってる人がみんな何かしらお酒を頼むの。ゲームをするのに一番重要なのは理性を保つことだって、なんでわからないのかな。もうゲームもお酒もほどほどが大事なのに全くわかってないにゃ。なんというか、オーナーとしてはそういうニュースを聞けて嬉しいけど、ほらちょうど疲れてきたところでしょ。ちょっと休憩して、二人のお客さんに七星召喚のルールを説明してあげて。何が休憩よ、やだもん。それにだらしないおじさんが酒場で七星召喚をやるのをこのまま受け入れろっていうの？そしたらお店のお酒がますます売れて、モンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業を破壊するためにも、当面の急務は七星召喚がこの国で広まるのを阻止することにゃ。それは違う。リオナちゃんが言った通り、勝利するために理性を保つ必要があるのなら、そのために酒を飲む欲求も抑えられるはず。リトルプリンス様のおっしゃる通り、リオナさん、七星召喚を広めることは君のモンドの酒造業を破壊する夢を妨げるどころか手助けをするものだ。ほ
本当に？そういうことにしときましょう。ほらほら、お客さんたちが待ちくたびれちゃうわよ。バッ、ジョインの身にはより重い使命が。バーテンダーの仕事、ジョインに任せたわよ。わかった。うん、それじゃあそこの空いてるテーブルに移ろっか。ディリケット取ってやね。さて、ルールを知りたいなら、まずあなたたちが構築したデッキを見せてくれる？構築したデッキ？対戦に使える基本デッキのことだけど。その顔、ちょっと、まさか手ぶらで七星召喚を勉強しに来たわけ？Actually, we do have some, そうなの。実は友達からもらったカードを何枚か持ってきてるんだ。その数枚だけじゃ足りないんだけど。基本のルールを勉強するなら、せめて切り替えるためのキャラカードが2枚ないといけないにゃ。そうだ、先日営業が終了した後にお客さんがキャラカードを何枚かカウンターに忘れてったの。それを貸してあげる。本当にいいの？数日経ったし、受け取りにも来てないから。でも、もしかしたらわざと置いてったのかも。持ってたのはお客さんが取りに来た時にいつでも出せるようにするためだからね。別にカードゲームが好きなわけじゃないから。よし、これでキャラカードが2枚揃ったな。ルールの勉強を始められるぞ。そうだね。どうする？早速今からルールの勉強をする？ I'm ready. よし、じゃあ始めるよ。Kau punya firasa ini game board deh, jatuhnya. Ada dadu, ada kartu, soalnya kan. Chichisei Shoukan no sekai ya yo koso. 簡単に説明すると、Chichisei Shoukan はキャラカードを使って、相手のすべてのキャラカードを倒せば勝利だよ。Okay. 対戦が始まったら、出撃キャラを一人選ぶ必要があるの。あれ、いいぞ。あ、アクティブキャラクター。行こうか。まず、マイラウンド始まるときに8個の元素サイコロを振るの。エレメンタルダイス。おらららら。あ、これらのサイコロは元素力に相当すると言えるにゃ。これを使って行動するの。オッケー。アクションフェーズ。やっと。ロールフェーズが終わったら真剣勝負の始まりにゃ。アクションフェーズに入るよ。アクションフェーズでは元素サイコロを消費していろんなアクションを行えるの。パフォーマンス。オッケー。よく行われるアクションはもちろん。キャラスキルを使用することにゃ。悪くないね。これで攻撃が1回終わったにゃ。アクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキルで相手を攻撃したから、今度は相手が行動することになるよ。そして相手の行動が終わったら、またこっちが攻撃すれば。
We have two Omni dice among our own. ほら、これが万能元素サイコロだよ。あらゆるタイプのコストを払えるにゃ。Ah, jadi, oh, jadi Omni dice itu buat, misalkan tutupin yang elemen yang lu gak punya. これを使えば、スキルの発動に必要な炎元素の代わりになるの。さあ、試してみて。よくやったにゃ。これで敵を一人倒したね。でも、ゲームは始まったばっかりだよ。覚えてる？勝利条件は、すべての敵を倒すことなの。Kapan gua roll dasnya lagi? Mau cuttu kogeki shitai kedo, saikoro ga tarinai mitai. Iya betul. Shikata nai. Koko wa raundo shuryou o suru nya. And this round? Shuryou suru to, kono raundo wa nani mo dekinaku naru no. Soshite, aite mo raundo o shuryou suru to, tsugi no raundo ni hairu n da.And round. Oh, maksudnya ada dua fase. Atarashii raundo ga hajimaru yo. Sorry, bukan dua fase, berarti satu fase. Atarashii raundo ni nattara, mata saikoro o furu koto ni naru no. Jūbun na gensō ryoku ga atte hajimete ironna koto ga dekiru kara ne.Ya, oh berarti setiap kali ronde dimulai, roll dice untuk perform action. Oke. Wah, 運が悪すぎじゃない？これじゃディロックのスキルが使えないよ。Betul. でも大丈夫。ここでリロールルールの登場にゃ。Oh, bisa reroll juga. 各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択して。それをすべてリロールできるの。オムニアイル。berarti リロールは cuma sekali ya。berarti RNG。アクションフェーズの開始にゃ。先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよ。つまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたが。このラウンドで先に動けるってわけ。よし、この機会にチャージと元素爆発も学んでいこうか。スキルを使用するたびにキャラは1ポイントチャージするの。リルクのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるにゃ。こういう時は通常攻撃を使ってみて。リルクの通常攻撃を発動するには炎元素1つと任意の元素2つが必要なの。つまり元素スキルより通常攻撃は消費する炎元素サイコロが少ないってことにゃ。あとパイロードはエレメントのライト。これでチャージが3ポイントたまったね。それに必要な炎元素サイコロもあるよ。ふふん、早速高威力の元素爆発を発動してみよう。Being the mat, use final. Is all your final opponent left? Kaen yo, moyasu. Eto. Be
basic kedua. Okay. 正式な七星召喚対戦では複数のキャラカードを使ってチームを組む必要があるの。そこで登場するのが2枚目のキャラカードガイアニャ。わ、ガイアの各アクションには氷元素サイコロがたくさん必要だったにゃ。Oh, dia drop juga ada ya ini di dalam. What the hell itu jatuhnya? Bisa jatuhnya kok? Oh, ya udahlah. Biarinlah. Tiga cycle. Kori genso damage を与えた後、氷元素付着が発生するの。おとなしくしやがれ。よし、敵に氷元素を付着できたね。あ、ついでに元素反応も学んでみよう。あ、エレメントレアクション。各種元素ダメージは敵に対応する元素を付着させるの。一つのキャラに特定の元素の組み合わせを付着させると元素反応が起こるにゃ。今相手は氷元素付着状態にあるでしょ。ここで炎元素のスキルを使うの。でも出撃キャラを切り替える必要があるね。あ、そうそう、各プレイヤーには1名の出撃キャラがいて、それ以外は待機キャラになるんだ。アクティブパターンはビームモーフォーワーやべ。通常使用できるスキルは出撃キャラのスキルのみだよ。ん？待機キャラのスキルを使うにはまずそのキャラを出撃キャラに切り替えないとだね。例えば今の状況でリルックのスキルを使うには彼を出撃キャラに変更しなきゃいけないの。任意の元素サイコロを使うことで待機キャラを出撃キャラに切り替えられるよ。オッケー、行こうか。こちらサトゥダイスやめてみると、もうスキル発動と同じでキャラ切り替えを行うと相手が行動する番になるんだ。ん？大半のスキルは出撃キャラのみ攻撃できるの。だから敵はリルックを攻撃するしかなかったみたいだね。さあ、今はリルックが出撃キャラだよ。Okay. 早速彼のスキルを使ってみよう。Berarti yang bisa lu sekarang cuma yang si aktif karakter ya gitu. Tapi nah. 氷元素付着状態の敵に炎元素ダメージを与えると元素反応妖怪を起こせるの。Harusnya ada kartu yang remove buff berarti. 妖怪反応を引き起こしたらダメージはプラス2されるにゃ。これで一気に大ダメージを与えられるよ。七星召喚の元素反応ってすごいでしょ。あー、高しめよ。ごはんがないか。Pokoknya ini gak terlalu lama ya. Basic ketiga. Sugi wa kara kado igai no kado no tsukai kata wo manande ikouka. Korera no kado wa action kado to yobarete iru nya. Action card? Koku taisen ga hajimaru mae ni deki kara 5 mai no action kado wo hiite sore ga shoki tefuda ninaru no.うん、攻撃に使える元素サイコロがないにゃんて。よっ、リロード。
我が身様です。いろいろしても使えそうなサイコロがないね。でも大丈夫、こういった状況でもアクションカードをうまく使えば効率よく攻撃できるよ。おお、いいですが、じゃあ、アクションカードを甘く見ないでね。フィールドにいるキャラに各種支援と強化効果をもたらしてくれるんだから。例えばこれ、エクスペン。あ、このアクションカードを発動するにはこれが2つ必要だね。このマーク見える？これは同じ元素サイコロっていう意味なの。It is symbol that we will play. To play this action card, we require two dice. What that do ya? あと他のカードにあるこのコスト。このコストはさっきのに比べて簡単だよ。Oh. 2の元素サイコロでいいんだ。Okay, berarti jadi untuk yang pakai dice yang elemen apapun, tapi ya satu lagi untuk sesuai dengan elemen ya gitu. また機会があったら説明するね。今はこのアクションカードを発動してみて。じゃ。手札からアクションカードを出す場合、クイックアクションになるの。クイックアクションをしてもあなたの番は終わらないんだ。簡単に言うと、手札のカードを発動しても続けてアクションできるってわけ。ふん、目の前の敵で練習しよう。でもリルックの元素スキルには炎元素が3つも必要にゃ。今は一つもないね。けど大丈夫、ここでさらなるルール、元素調和の登場だよ。エレメンタットね。手札を1枚捨てることで元素サイコロを現在の出撃キャラの元素に転換できるの。エレメントダイス。ダイスがつあるんですよ。このカードはしばらく使わないから、これを使って元素調和してみよう。ドレスメジガイ。いいかい。え、どうす、ドレッディスカール。いまいちね。え、エレメントね。どのワンエレメントダイ。エレメントダイトゥトゥルンインファイア。ゲイ。ファイア。欲しい元素サイコロが来ないと。思った通りに行動ができなくなる。でも七星召喚は手札の数よりも攻撃のリズムを保つことがかなり重要になってくるにゃ。こういう時は使わない手札をすべて元素調和で使っちゃおう。手札の発動と同じで元素調和もクイックアクションの一つなの。じゃあ続けて元素調和をして炎元素を3つ集めよう。Oke, kita ubah yang kita nggak mau. よし、これで逆炎の刃を使うために必要な元素サイコロが揃ったね。白鉄の体験を装備してるから逆炎の刃のダメージがプラス1されるよ。おー、オッケー。ふっ、ブセ、まじあったらラッキー。いや、3トトリアルでも、ブセがいい。さて、そろそろ最後のレクチャーだよ。正式な対戦では初期手札を調整することができるの。ミニの枚数の手札を山札に戻して同じ枚数だけ手札を引き直せるんだ。Let's switch my dumb and purple. Oh, yeah.
terus ada oh jadi kayak redraw lagi ya gitu. Kiki 直した後の初期手札を確認したら、両プレイヤーは同時に初期出撃キャラを選ぶことになるにゃ。今回はヤバそうなやつが出てきたね。さっさと倒しちゃおう。あなたの腕を見せてもらうね。最初は初期出撃キャラを選ぶところからだよ。行こうか。ん？あ、どう？あ、ピエサと。え、さら。ガチャエサン？いや、バリロール。お、オンリーやだ。うん、え、なんてこちょばサイコロを振る動作が様になってきたね。最後に、ちょっとしたテクニックを教えてあげるね。ズバリ。敵が何をしようとしてるか予測すること、つまり敵の行動意図を見切るのにゃ。うん、ここでそのラウンドの敵の行動意図が全て読めるようになるよ。ここには敵がこのラウンドで行おうとする行動が順番に表示されるの。それを参考に有効な策を練れば敵を簡単に倒すことができるよ。よし、これでチュートリアルはすべて完了にゃ。次は自分の力で勝利を勝ち取ってみてね。ketika から to use skill or exo talent when one has okay oh onset element dice speedOke, ini mungkin gua agak nggak ngerti. Oh, gimana caranya? Oh, apa gua mesti perform ini dulu ya, baru bisa pakai section ya gitu. Oke, okay, gua udah masuk turn gua ya. Ya, kok? Karakter kan EQ maksimum one artifact.Bisa masukin artifak juga kan? Tunggu, gua jadi lupa kayak mana cara masukin ini. Itu kan. Oh. Oke, oke, ini kan masih bisa elemental dash. Oke, elemental dash itu gua butuh dua. Gua warna api. Oh, naruh. Oh, ini dua yang itu. Berarti gua mesti ganti ya.Oke, dua om. Hmm, gue tetap butuh satu api kok. Aksinya. Ending round. Menawang ada dice lagi, gue mesti. So, so. 言い忘れたことがあったにゃ。エンドフェーズごとにアクションカードの山札からカードを2枚引けるの。OK。ちゃんと覚えておいてよ。元素サイコロと手札の力を十分に発揮したプレイヤーだけが勝利を手にすることができるんだから。OK。まだサイコロは覚えない。オンリーサイコロ。次は。Aksinya si Kaya. Oh, dia lagi jalan. Gua buang elektro. Gua pasang antifa ini. Buang Geo. Oh, itu same element ya, oke. Gua ada aksin lagi.Gue buang Geo. Jadi saya ingin waktu gue bisa kasih ini apa? Kowe. Eh?
혹시 있으면 빌리야 안 가봤어요. 많이 나가. 옴니 엘레멘트. 어디 우랑 라기야 해서 아 배트 나서네. 엑소테이크. 하이, これが 기본의 룰이다요. 너, 왔다? さっきのは 튜토리얼의 모험 도전 모드네. 칠세 召喚は それぞれ3枚のキャラカードを使って対戦する決闘対戦と特殊デッキで構成されたクエストの冒険挑戦があるの。でもルールは一緒だからこれさえ分かってれば酔っ払いながら決闘したいとわめいてるおじさん相手なら十分かな。まだ細かいところまでは把握しきれてないけど大体のルールは分かった。確かに詳しい説明だった。あの有名なカクテイルのバーテンダーにまさかこんな才能があるとは。いつからそこにいたの？リオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいいんだが。わあ、わあ、When did you get here? 反応遅すぎでしょ。で。まさか私の真似をしたの？やめてよ。もう、なんでこいつがここに？キャッツテイルもモンドの酒造業の一部だ。当然、ワイナリーと協力関係にある。今日来たのはマーガレットさんと商談をするためなんだが。あの人ならここにいないよ。マーガレットさんを探してるならさっさと出てってくれる？いや、構わない。急を要する商談じゃないからね。それよりも、君たちがレクチャー用に使っていた、そのカードの方が気になる。このカードは…ディルックのキャラカードだな。七星召喚については知っていたが、このカードを見たのは初めてだ。あ、まかり？このカードは…先日あるお客さんがキャッツテイルに来た時に置いてったものなの。でもあのお客さんカードで遊んでなかったみたいだけど。どんな客だったか覚えているか？顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い、真面目な表情で、お酒を飲む時には一言も喋らずずっと黙ったまま飲んでる知らない人だったよ。全然知らないやつだから。かえやかなるほど、眼帯か。え、近いや。真逆のことを言おうとしたら緊張して口が滑っちゃった。ごめんにゃさい、護衛隊長。平気さ。それにあいつはもうそんなことを気にする暇もなくなるだろう。キャラカードは大丈夫。ただ僕をイメージしたカードというだけだ。でもまさかディルックさんも七星召喚を知ってるなんて。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。最近はたまにエンジェルズシェアのお客さんと勝負することもある。You are for a game now? 僕もそのつもりだったが、僕をイメージしたカードがキャッツテイルに残されていたのはいささか興味深い。そろそろ帰る時間だ。一度関係者にじっくり話を聞いてみないと。僕との決闘はしばらくお預けだ。 Here! I look forward to it. ああ、じゃあ僕はこれで。行ってらっしゃい。見送りはしないから。うん、護衛隊長。ガイアさん、
何事もなければいいけど。そうだ、ルールも学んだことだし、七星召喚で一回遊んでみない？ルールを覚えたばかりの初心者同士で決闘対戦するなんて面白そうだにゃ。でも正式な決闘には3枚のキャラカードを揃えないとダメなの。3枚のキャラカードと30枚のアクションカード、これで一つのデッキが完成するんだ。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送られてきたカードの中に混ざってたんだけど、ルールを知るまで使い道が分からなかったんだ。でも今にしてみれば、これはスクロースのキャラカードだったんだね。Aku bingung. Sukros dapat kartunya dari siapa kok? これで私もあなたもガイア、ディルク、スクロースの3枚のキャラカードが揃った。試しに決闘してみよう。If you say so. うん。それじゃあ今から決闘を始めよう。Oh, berharap ini gak lama story-nya. Starting. Dapat. If one. Oh, itu bagus aja. Gain one physical energy. Kartu kian itu masih membuat artifa. Oh, ya artifa. Ini defense rate installation. Coba, oh sih pas. Wah, agak kurang. Kita bukan percobaan. Ketua tayen wa player doshi no shinken shoubu nano. Ketua tayen chuu, aite wa action card wo tsukatte kuru shi, end phase de新しい手札を引くことにもなる。それから相手も元素サイコロを使って行動するから行動意図が見られなくなるよ。早速スリルいっぱいの初心者対戦を始めてみてね。うん。用意はとっくにできてるぜ。おびさダブルクリックとアクティブ。Okay. Yeah, please. Angin. Oke, okay, itu bagus. Angin. Oh, bisa kan? Please. Oke. Okay. Artifak gue cuma bisa pakai ini. Gue gak ngerti ya yang ini sih. Chip one artifak equipment that has been equipped to one of your opponent. Oh, untuk oh pindahin artifak. Oke, okay, gue baru. Gain satu, ini gue simpan. Berarti gua kasih. Oh, gua enggak bisa. Oh, gua enggak bisa target dulu tuh. Otonashiku shiyagare. Kyuin test kaishi. Oh. Lu bisa set. Lu bisa set di itu. Dua elemen bersama bersama. Oke, oke, oke. Gua nggak bisa kasih. Aduh, gua salah pencet. No valid target. Valid target. Oh, swift weapon ya. Ah, oke, okay, gue ngerti.
Nah, gua enggak ada dadu lagi sih. Oh, ini bagus. Barrel yang dua ini. Sama aja. Buang-buang. Ini agak sulit. Tapi dia bisa tiba-tiba ganti. Gak aneh. Oh, dia pakai dua elemen yang berbeda. Yang satu. Oh, ini untuk satu energi. Ah, oke. Okay. Dan kak. Eh, kok nggak bisa? Tunggu, kok nggak mau? Gue yang salah pencet lah. これ。 吸引テスト開始。 Oh, itu skill ya dia. Ya.Masih pakai N2 elemen sih. Gua bisa pakai Dilos. Kenkyu, sonna yosougai no yousou ga. Dan gua enroll. Gak ada itu.Ada karakter Geo, oke. Kita ubah yang ini. Ada api, oke. Yang tiga ini kok masih bisa itu sih, tumbal itu. Great Salt, gua tumbalin. Oh, dua elemen yang sama ya? Oke. Dua elemen sama. Itu, kalau ini... Gua elemen sama, gua buang ini kayaknya. Baik. Big weapon, karena gua nggak ada pemain yang gua buang juga. Oke. Ya gua sih masih baru memulai sih di sini, jadi gua gak tau ngerti-ngerti banget sih ini. F4. Ya berarti dia agak lama ya gameplaynya. Oke. Nah, gua bisa pakai pedang gua. Terus wagan elemen. Ini
Put this round and the target of my... Oh, less one cost, okay. Lama attack. Unless elemental die, okay. Gak perlu, gua masih gak perlu. Worth it gak ya? Dia terlalu over deh nanti kalau gua kalah ini. Gua gak bisa skip turn ya berarti ya. Sabaki wo uke yo. Ya berarti gua gak bisa skip. Hai shani wa. Konna koto ni naru nante. Oke, jadi gua masih pikirnya agak matang. End phase. Gila, ini berarti main kartu ya lumayan seru sih kalau gua liat. Sama aja gak dapet, oke. Ini apa? You can summon one of your dead. Oh, gak ngerti sih. Oke, ini gua agak ngerti. Jadi gua agak skip. Who is the food? Bantar kaya. Oke, ini gua gak bisa pakai. Gua gak bisa ya. Yoi wa tokku ni dekite ru ze. Oh bisa deh. Oh dia gak ada turn. Nice. Oke, kalau dia gak ada turn berarti gua bisa buang salah satu. Gua buang ini. Gua buang ini, gua ganti ke bisa ulti? Oke, gua bisa ulti. Kono shunkan, omae wa eien wo te ni suru. Kartu gua rasa gua bisa ganti. Jangan ganti. Tunggu, gua salah ganti kah? Adalah end aja gua salah ganti. Gua lupa, gua lupa ganti aktif card. Aktif card ya. Genatik. Genatik. Jadi gua buruk dalam main kartu kayak ini. Gua suka sih. Apa-apa. Oke. Kalau sama nai. Pide. これでキャラクターを一人倒したね。やいやい。OK、ini apa? Paimon. Action phase begin. Great. Oh. Hey, that was a good idea.Gua butuh 3 3 karakter 3 itu. Gua gak penting. Gua bisa serang ya. Ini gua mesti belajarnya agak pelan-pelan sih.
Kung ako, agad po si O masipis sa sara. お楽しみはこれから。え、さすがマニアがちょっと待て。同じキャラカードを使ったのに負けちゃうなんて。対戦中の取捨選択が難しいね。二人の待機キャラの腕を全部出撃キャラにつけることができたらいいのに。そんなルールないから、スクロースさん。負けたら潔く認める、これもテーブルゲームのマナーだよ。うん、わかった。悔しいけど負けたのは事実だもんね。じゃあいくたぎやし、スクロースは。面白い対戦だったよ。 It was close call。スクロースも悔しがったりするんだな。もちろん負けるのは悔しいよ。それに研究の途中、実験がうまくいかないときは不安にだってなる。特にアルベド先生のような卓越した錬金術師が隣にいると思うと。錬金術やら実験やらはよくわかんないけど、悔しがるのは普通じゃない？カードゲームも一緒で、負けたらリベンジしたい、勝ちたいから腕を磨いてもっといいデッキを構築したいと思うんだよ。うん、技術、経験、それらを全て手中に収めて、そして勝ち取るのが七星召喚の一番楽しいところなの。ずっと勝てなかったら？ずっと勝てなかったら落ち込むけど、負けてすぐ諦める人より、負けてもめげずに頑張る人の方が立派でしょ。うん、リオナさんの言う通りだね。スクロースさんは十分強いよ。私から見たら普通の酒飲みおじさん8人分の強さだね。さっきの対戦はレベルが高かったにゃ。 Great! It was a brilliant game。ありがとう。負けたのはちょっと残念だけど、七星召喚って確かに面白いゲームだね。ならよかった。また七星召喚を遊びたくなったらキャッツテイルに来て。私と遊んでほしいとかじゃないから、ただここの方が雰囲気がいいかなって。うん、必ずまた来るね。よし、これで基本のルールは分かったよね。私もお酒を作りに戻らなきゃ。ジョインが美味しいお酒を作って、酒場がこれ以上人気になったらまずいもん。ふん、モンドの酒造業を破壊するために私は忙しいの。後のことはジョインに聞いてね。あとしようよ。なるほど、七星召喚のルールについてもう理解したか。ふふん、旅人もスクロースもオイラももう立派なプレイヤーだぞ。 I didn't notice you play any match。 オイラはお前とスクロースがやってるところを見て十分理解したんだ。プレイヤーになるのはそう簡単なことじゃない。ナンジラの試練には続きがある。今はまだ真のプレイヤーとは言えないとリトルプリンス様はおっしゃっている。でも確かに七星召喚プレイヤー協会が認める正式なプレイヤーになるには試練をクリアしなければならない。あだったやすぶとそやきりゃで、やれちゃるよたやす。なあ、難しくはないが、とにかくプレイヤー協会が認めた真のプレイヤーになるには3人と戦って勝たなければならないんだ。3人に勝たないとダメなんだ。
さっきの対戦は正式な対戦とカウントしてもいい。確かにこの目で見たわけじゃないが、聞いただけで凄さは伝わってきた。相当レベルが高かったんだろう。聞くだけでわかるなんて。これくらいトップレベルの決闘者なら当たり前だ。つまり旅人はあと2人に勝てば正式なプレイヤーになれる。スクロースさんもさっき負けはしたけど、落ち込まないでくれよ。君なら3人のプレイヤーに勝つのも難しくないはずだ。だがその前にジョインよ、初心者に贈るものを忘れてはならない。おっと危ない。リトルプリンス様に言われてなければ忘れるところだった。プレイヤーになる人はみんな秘典の箱をもらえるんだ。Casket of Dawn. What? あ、さっきティマイオスが言ってた小説に出てきたやつだよね。スメールに住む主人公の少年が屋根裏で見つけたっていう。オイラも思い出したぞ。イニシエの決闘者の魂が宿った秘典の箱だよな。あれって実在するものだったのか？実は全ての七星召喚のボードが秘典の箱になっているんだ。デッキを整頓して保存できるし、周りにいる秘典の箱所持者を探知することもできる。あ、オイラわかったぞ。お互いを探知できるのはきっとイニシエの決闘者の魂が宿ってるからだろ。もしそうなら決闘で魂になった人がどれだけ必要なんだ。お互いを探知できるのはスメールの学者が作った装置のおかげさ。なるほど。ちょっとがっかり。Cool! But is he a friend finder? それじゃあ早く秘典の箱を出してくれよ。秘典の箱はマーガレットが配布してる。マーガレットのところで受け取るがよい。なぜならリトルプリンス様も僕も七星召喚を是が非でも広めたいと思っている。故に秘典の箱を僕たちに預けたらオーナーはすぐになくなってしまうと考えたんだ。オーナーのところで秘典の箱を受け取り、その探知機能を使って誰か一人に勝ったらまた戻ってきてくれ。でもそれじゃあ旅人さんも合計2回しか勝ってないことになるけど。正式なプレイヤーになるための最後の相手は我が招待しよう。それは必ず何時の実力にふさわしいプレイヤーでないとならぬからな。というわけで皆さん、七星召喚の対戦を楽しんでくれ。Kayak, berarti kayak konsepnya go ya, go board. Time kartu dari si Margaret. Christy. Suara apa? Banyak banget. あら、リオナちゃんから七星召喚のルールはもう学んだのかしら？わかった。秘典の箱を受け取りに来たんでしょ。秘典の箱は便利な道具だものね。これが秘典の箱なんだ。そう、スメールの学者たちが作ったボードよ。周りにこれを所持してる人がいたら探知できるわ。これを作った人はどうやら寂しがり屋さんみたいね。
そうだな。いくら面白いゲームでも一緒に遊んでくれる人がいなきゃちょっと寂しいもんな。だからゲーマーたち、いやプレイヤーたちがキャッツテールに集まれるのは嬉しいことなの。 It'd be bad for business. それはついだよ。大事なのは同じ趣味を持った人が集まれる雰囲気の方だわ。はい、秘典の箱よ。これでプレイヤーを探してみて。うん、じゃあ私も相手を探しに行かなきゃ。後でまたキャッツテイルで集合しよう。 You can win this. ありがとう、私頑張るよ。結構masih lawan satu lagi. Saya edit card. Find a player and have a joke. Oh, gua masih pakai kasket. Yeah.My dad. Okay. Yep. Nah, kau boleh yang ini. Buset. Min. Nah, kita gasin aja lah. Kalau gitu.Pusat bisa ketemu ya itu. Mawari no player. Oh, acchi ni iru mitai da. Sasuku mini itte miyou ze. Oh, omae datta no ka. Dou nasai mashita ka? Go yōken wa nan de shou? Aire tachi, shichisei shoukan no seishiki na player ninaru tame ni.3人のプレイヤーに勝たなきゃいけなくってな。で、視点の箱がお前を見つけたんだ。なるほど。でも僕は今見張り中なので。What is that? 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 威勢がいいですね。確かにプレイヤーである僕はこのような決闘の誘いは断れません。仕方ありません。それでは七星召喚で決闘しましょう。Terima lo lagi kerja Avenger Charles. My day. Okay. Posing line up. Pake ini cat semuanya.おとなしくしやがれ。え、だってこれとばりさせてる。え、わあが不思議な。お、あくまを、ばっさいで。まさか負けるとは。あなたたち。本当に七星召喚の初心者ですか？ Yes. こんなに強いとは思いませんでした。今度時間があったらまたやりましょう。ただやはり見張りの仕事が終わってからにしていただけると。やった！これで2回勝利したぜ！早くキャッツテイルに戻ろう。でもリトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。Ya ini moga aja ya, ini bukan yang lawan yang sulit buat gue. Karena gue masih newbie. Gue gak ngerti itu tandanya. Kare ni wa player no sainou ga aru to yosou shitei ta ga, masaka konna ni hayaku sakaba ni modotte kuru to wa. Ware ga shoutai shita player ni kateba, seishiki na player ni nareru.どんな対戦になるか楽しみだ。リトルプリンス様はもちろん、僕も非常に楽しみだ。さあ、招待したプレイヤーはもう部屋で待ってる。相手が誰
あいつは負けないぞ。アパカアフトル。そうだよ、旅人。ナチュラリー。よろしい。運命の番。いや、あ、もしもしさ。私の心も震えたわ。盗賊殺せよ。決闘の心に縛られる。おっと。なんとふさわしいのかしら。偉大なる勇気ある挑戦者よ。前へ出なさい。この皇女が謁見の間に入ることを許そう。さあ、耳を傾けるがいい。歪んだ時計が鐘を響かせ、輝きを失った天候が遥か彼方へと去ってゆくわ。率直に申し上げますと、そこまで待っておりません。お嬢様、忍耐力を鍛える必要がありそうですね。あれ、この声は。相手は待ちくたびれているようだ。早く行くがよい。と、リトルプリンス様はおっしゃっている。さあ、七星召喚の決闘を堪能するといい。え、ナニャランフィス。えへへ。いかにも七星召喚はその名の通り、この世の七星の名をもって勇者に栄光の冠を奪取するよう命じる至高の秘技。一歩間違えれば未来永劫取り返しのつかなくなるような複雑な工程もあるわ。故に慎重に取り組まなければならない。大元無心な伴奏狂気断罪眼を持ち、三千世界と千万の戦場を遍歴したこの皇女ほど謁見の間にふさわしい人物はいないはずよ。そうなのか。はい、お嬢様は多くの方々が七星召喚をプレイするところを見てルールを熟知しております。初心者同士の決闘ならルールを熟知している人が相手を務めた方がいいでしょう。それもそうだな。Where between beginners? そっか。そういえばリトルプリンスは実力にふさわしい相手って言ってたよな。つまりフィッシュルも七星召喚の初心者なわけだ。ふん。この皇女が一目見れば人が作りし法則の本質を見抜くことなどたやすいわ。ゆえに瞬きの間に聖雷の姿でこの秘密を隠した扉の前に立つことができた。お嬢様も2回勝利しています。あと一歩で正式なプレイヤーになれるのです。それじゃあこの対戦は旅人かフィッシュル、勝った方が正式なプレイヤーになれるってことか。いかにも。この皇女は運命の召喚に応じ、雄夜浄土よりこの地に降臨した。それなのにあなたたちはまだその結果を疑うというの？お嬢様、大口を叩きすぎると負けた時みっともないだけかと。負けたりしないわ。いかがかしら、異邦の旅人。運命の弦に触れ、幽水のレクイエムを奏でるこの断罪の皇女を敵に回す覚悟はできたかしら。What's so good? Wait. I need to check my thing. Relax. It's time to do it. I'm gonna miss something. それでは。お手並み拝見ね。ベネット、フィス、アイア、オッケー。え、何か迷っちゃってる。あ、いっぱいあぐさってる、ビザスイフ。ボクワン。Distrik ya. Oh. Wah, tak tahu dia nanti. Wah, berarti fish dulu.
Angin please. Oke. Okay. Ada angin. Apa-apalah. Kok enggak ada spear sih? Jadi gua nanti pakainya nanti aja. Nanti aku bisa pakai sekarang gak sih? This same element. Tapi ini gua butuhnya ya udah lah. 6308 unit. これ。 Okay, nice. Bagus. Elemen yang kita. Gua ganti. Omoshiroi mono o sagashi ni ikou. Ending my round. S please. Aduh, S satu ya. Kenapa lu baru kasih gua yang ini semuanya? Kata. This is so bad. Gua gak nyangka RNG gua jelek ini. Oh, gak bisa pakai ini. Save satu energi. Tuh ya. Mana sih Swift? Oh, efek on aktif karakter ya. Oke. Berarti was gitu. Wah, tadi. これ。 Part 2 ya, what end rounds? Kok ada dead juga? Tapi oke. Dewa ganti, ini dewa ganti. Sama aja, lebih parah. Ini agak bahaya. Oke, berarti gue buang yang ini. Salah. Buang ini untuk ganti. S, gue buang ini. Jadi ini gue buang untuk jadi ke S. Terus gue nyerang. Koitsu wa dou da? Kok.
Oke, setidaknya ada api sekali. Ini bisa, ini bisa. Aku pakai ini untuk kan. Terus, oh, gua bisa heal target. Itu nama attack cost. Oh, ini gua bisa sekarang. Oh, gua butuh apa? Oh iya ya, tunggu, gua lupa ini dia itu amin dah. Ayang sih udah mau mati juga sih. Oh, masih pakai kaya ya? Oke. Okay. Ikou ka. Kotae nasai. Ah, ini ada os. Oke, itu lumayan keren. Oke, gua pakein. Oh, udah gak ada dadu, berarti gua tunggu dulu. Iya, bisa nyerang. Ya sih, tadi gua lupa baca. Wah, ya apa ya. Coba roll aja tuh. Oke, ini bagus. Oh, ada 3 dendro, berarti gua bisa tukar Omni 2 gitu. Ini, gua tukar 2 Om. Gua tukar 2 Om, ini nanti. Jadi tadi kan gua tunggu itu, nah nanti karena kamu tunggu. Gua ada 4 api, ada. Next time you use a skill, switch your next character. Okay. Okay. Okay, gua pengen tahu ya cara kerja. Eh, one and then die. Ini kapan sih? Okay. Buka ulti. Sabaki wo. Uke yo. Nice. Moedo. Untung gua enggak kena itu overload. Oke, okay, overload ya. Ada hutau. Omni 2 gua ganti yang ini. Aduh. Ya boleh sih doang. Masih bisa doang. Oke. Heal your active character. Oh, ini heal aja aktif. Lu sub one sama destroy. Oh, itu nanti. Kita. Oh, dia bisa bakit. Anzen kyuri kakunin. Sama. Sotenai no.
女。オズ、そのイカズチを加えしくちばしで障害を一掃なさい。お嬢様、旅人を直接攻撃するのはどうかと。またか。わおた、いやだい。活目せよ。これがこの公女に逆らった結果よ。へいへいへい、あなたのラブタワー。When one the last? Have you performed? Oh, next time ya, berarti gua pakai aja ya. Jadi gua pakai. Gua itu karena es gua dah. Ya, gua hilangin. Ini gua pakai apa sih? 6308式ユニット。お嬢様。OK、また。Chaos Defined。Really interesting。なんということ。まさか近頃邪竜の召喚を受けたせいで、因果の糸が。私の目に暗く映ったのかしら。旅人、これもあなたの計算のうちなの。見事な策略、素晴らしい対戦でした。おめでとう。これで3回勝ったし、晴れて正式なプレイヤーになれるね。やったぞ。あれ、そういえばスクロース、どうしてお前も酒場に戻ってきてるんだ。もしかして。うん、私も2回勝ったんだ。それで酒場に戻ってきたら、あなたたちが最後の決闘を行ってるって聞いて見に来たの。そっか、スクロースも2回勝てたんだな。よかったぜ。ふん、さすが旅人、宿命の晩成ね。あなたが優秀なプレイヤーであることを認めざるを得ないわ。下級の戦場を勝ち抜いた輝かしい栄誉を称えるため、私の化身をあなたに授けましょう。この化身を刺激し、運命のコロッセオで茨の道を切り開くことを許すわ。お嬢様はあなたたちにお嬢様のキャラカードをプレゼントすると言っています。キャラカードだ。 Do not, I dare not to take advantage of the princess. Princess any generation. 気にしないで。わあ、これちょっと素晴らしき決闘の勝者には、それにふさわしい報奨が与えられるべきだもの。そうだ、フィッシュルさん。私もついさっき2回勝利したばかりの初心者プレイヤーなんだけど。決闘に誘ってもいいかな。ええ、喜んで。七星召喚の秘技で決闘しましょう。そうだ、ここに来るとき、リトルプリンスとジョインさんが、あなたが正式なプレイヤーになったら渡すものがあるって言ってたよ。Hopefully not another test。 まさか、わかったぞ。絶対あれだ、正式なプレイヤーになった報酬じゃないか。早く受け取りに行こうぜ。雷サイコロを3個消費し、我がしもべを召喚する。いでよ永遠の眷属、オズワルド・ラフナビネス。お嬢様、私でしたらここに。だから七星召喚のオズよ。なら私は根源肖像論を使用して大型風霊を召喚する。風以外の元素が付着した場合、ダメージがアップするから。なるほど。だがこの工場、そのような攻撃で動揺など。
人様。ほう、最終的に勝ったのは君か。僕の予測通りだな。おめでとう。これで君たちは協会が認定した正式なプレイヤーだ。ご苦労だった。今から正式プレイヤーについて説明しよう。正式プレイヤーになった後、最初に渡されるのがプレイヤーハンドブックだ。プレイヤーハンドブックには立派なプレイヤーになるための段取りが書いてある。必ず隅々まで確認してくれ。それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品を購入する権利も解放された。これは正式プレイヤーとしての第一歩だ。また友達と対戦したいのなら、招待用の掲示板で招待状を送り、対戦したい相手を酒場に招待するといい。 Invitation board? そう、カウンター席の横にあるあの掲示板だ。うまく活用することで友達と一緒に七星召喚をプレイできる。基本の説明は以上だ。もしわからないことがあったら聞きに来てくれ。うん、もちろんだ。ああ、すまない。翻訳するのを忘れてしまった。リド、七星召喚を楽しんでくれ、と。バカクラ。バカクラ、ナイス。